旭川課町内会学区の皆様こんにちは。旭川課町内会会長の久保でございます。今日は8月9日の21時50分なんですけども、明日の定例会はないんですけども、明日のね、配布物についてのこの YouTube 放送の方をさせていただきます。回覧板と同じ内容でございます。2020年令和2年の8月定例会の議題議事録というタイトルですね。で、伊勢ヶ丘自治連からの連絡がございましたので、まずそちらの方からお伝えしていきますね。まず1番、日赤募金の協力に感謝ということで5万5875円が皆様から寄せられました。これにつきましては、先だってお話したように、多分ね、日赤募金と意識されないまま徴収されている部分もあるのかなと思いますので、本当に日赤募金がいるのかどうかってことね、もう一度ここら辺で検討してもいいんじゃないかなと私は思うんですけど、皆さんいかがでしょうか。このままね、ずっと日赤募金さんに協力してもいいのかなとも思うところもありますけども、私なんてね、こう知らないうちに取られてたっていう部分がありますので、納得するわけでも何でもないということは正直なところあるんですよね。やっぱり募金っていうのは自分が望んでするものですから、こう自動的にいつの間にか取られていたってことのないようには少なくともしていきたいと思うんですよね。もちろんこの日赤募金って意義のあるものですから、納得していただいてお支払いいただくというかね、回収する部分についてはやぶさかではないかなと思うんですけどね。で、2番です。全校市民表彰についてでございます。これはですね、福山市民として明るく住みよい街づくりのために功労のあったとされる個人または団体を対象として表彰するわけですけども、このね、候補者の方、あの方がいいんじゃないかなとか、あの団体とっても良かったんじゃないかなっていうものがありましたら、推薦をね、お待ちしております。で、推薦をしたいよって方につきましては、この要項をですね、私の方からお送りして、で、推薦用紙もありますので、そちらの方をコピーしてお渡ししますので、12区久保哲郎の方までご連絡いただければと思います。はい、3つ目ですね、敬老会についてございます。敬老会は去年までのようなね、一箇所に集まって何かをやるっていうのは非常に難しいところがあると思います。もちろんね、これ安全だとか安全じゃないだとかっていうのはいろんな意見があると思います。今回は第2波と言われているものがありますけども、特にね、緊急事態宣言が出てるわけでもないですし、まさに GoTo キャンペーンみたいなね、あっちこっちみんなで行きましょうみたいなのを国が推しているところもあるんで、これ危険じゃないんじゃないかなとか、重篤者も出てませんしね、そう考えるといいんじゃないかなっていうところもありますけども、まあ、そういうのとは抜きにしてですね、やっぱ人の気持ちっていうのはやっぱり怖いなっていうところがあったりしますので、町内会として、もして学区としてですね、敬老会をやりましょうっていう部分にはならないのかなというところでございます。旭川町内会も敬老会自体は中止という形になります。ただね、やっぱり 何らかの形で、こうね、この町を支えてくださった流れにわたって功労のある方皆様にね、何か感謝を敬意をお送りしたいなという気持ちもございますので、こちらの方はちょっと検討中でございますんでね。で、他の町内の検討案を意見交換したんですけども、やっぱり記念品送付が多かったかなと思いますよね。予算と睨み合いながら、23日に検討会があったかな、23日だったんですけども、今月も検討会がございますので、推進委員会と一緒に、敬老会についてね、詰めていきたいと思います。今しばらくお待ちくださいませ。で、4つ目です。伊勢ヶ丘自治連からの連絡、4つ目なんですけども、土木上役員、土木上中院、土木常役員制度の紹介でございます。これ呼び方合ってるんですかね、土木常役員、分かんないですけど、すみません、不勉強なもので。伊勢ヶ丘学科の担当は三輪豊さんという方でございます。ご確認くださいませ。はい、次はですね、旭川町内会の活動報告になります。8月のことなんですけども、8月16日7時半から資源回収がございます。まあ、先月も資源回収があった折に8月はないんじゃろうっていうふうな声も聞かれたんですけども、なんでそんなことが出たのか分かりませんけども、そんなことはないです。8月16日もちゃんとありますんでね、私は別に中止の号令かけたつもりもないですし、中止の文書を1行たりとも出したことがないんですけども、なぜかね、当たり前のように8月はないということがね、ルフされていますけども、はっきりと申し上げておきます。8月16日も7時半からございますので、よろしくお願いします。それからですね、資源回収なんですけども、前回につきまして7月は 9.02 トンの回収がありました。金額にして7万6362円の収入ということで、団体協力金は5000円いただいております。皆様に報告させていただきます。旭川課町内会活動報告、次は9月のことになりますけども、8月はすみません、夏祭りがございませんので連絡が少なくなっております。9月10月のことを少しだけお話しておきます。9月は中央公園の草刈りの予定がございます。これ別州の方ですね、
回覧でお付けしておきますのでご確認いただきたいと思います。そして10月なんですけども、直接旭川町内会とは関係がないかもしれませんけども、国勢調査があるそうなんでね、皆さん個別のお宅に係員が行くかもしれませんのでね、もし、ご用事でしたら国勢調査の方にもご協力いただければと思います。はい、旭川課町内会からの活動報告は以上です。会員世帯数改めて7月8日の時点で706個ということになっております。不法はですね、前回はお二人あったんですけども、今回はございません。で、会長から私からの連絡がございますので、こちらの方もねご確認いただきたいと思うんですけども、まずはですね、重ねて申し上げますけども、8月16日は資源回収です。ご挨拶は森田副会長の予定でございます。で、これもね、先ほども申し上げましたけども、8月16日、雨天の中止以外は実施がありますので、どなたかがね、8月の資源開始は中止でしょうかってお問い合わせもいただきましたけども、なんでそういう話になっているのか分かりませんけども、ちゃんとありますんで、段ボールなどね、出していただければと思います。夏祭り、敬老会、ふるさと祭りは中止になってしまいましたけども、敬老会につきましては、記念品の贈呈などの代替案を検討中でございます。推進委員会が8月もございますんでね、今しばらくお待ちいただければということでございますね。で、次です。8月23日は、令和2年、敬老会推進委員会ですね。あ、これですね。担当者のご出席、よろしくお願いします。今回は、森谷さんでしたかね。12区、私の家の隣にある森谷さんなんですけども、こちらの方がリーダーになりますので、配布物が届くと思います。招集状ですかね、こちらの方が行くと思いますんでね、皆さんお集まりいただいて、どのような敬老会にするのか、今回はね、会自体はありませんけども、商品贈呈にするんだったらどんなものをするのかとかね、計画がございますのでよろしくお願いします。8月30日はふるさと祭りの実行委員会が本来ならあるんですけども、ふるさと祭りが今年はありませんので、こちらの方はとりあえず8月は中止とさせていただいて、9月以降もふるさと祭りの実行委員会の日程取ってるんですけども、ちょっとこれはね、来年のこととか、あと備品のこととか、来年の役員さんのために準備はできるだけしておこうと思うんですよ。ですんでね、これはふるさと祭りの実行委員会、今年令和2年度についてはありませんけども、3年に向けてのね、いろんな記念事項ですとか考えられることとかを、やっぱりね、何もしないというよりも来年を少しでも楽にするためにやっておきたいと思いますので、ちょっと改めてこれはね、招集をさせていただきます。よろしくお願いします。で、次、会長からですけども、夏祭り推進委員会を検討中です。はい、今年8月の夏祭り、令和2年度はありませんけどもね、ただやっぱりこれも同じような理由です。来年のために備品を備えておいたりとか、今年はこんな形でダメだったんだけども、でも来年のためにどんなことができるかなっていうふうなね、検討会をしていいと思うんですよ。で、来年の役員さんのためにも、やっぱり申し送り状ぐらいをね、作っておきたいと思いますので、来年がね、スムーズにできるように。もちろんですけども、懸念されるものとしてね、もしかしたらフェースガードが必要だったりとかね、除菌液が必要だったりとか、いろいろあるかもしれません。そのための予算組っていうのも、多分ね、去年までとは違って、ちょっと2割ぐらいアップするんじゃないかなと思うんですよ。そういうことも考えていくと、今年はないから何もしないでは、ちょっとね、来年に対して申し訳ないかなと思いますので、今年、役員に当たった方、作業がね、ずいぶん少ない分だけ、来年のためにいろいろとね、準備しておけるものを検討させていただければと思います。はい、連絡は以上です。それでは行動予定表に移らせていただきますね。8月ですけども、重ねて申し上げます。本年は夏祭りはございませんけども、来年の実施に対する備品の調整や整備、および来年の役員さんに向けての申し送りなどを検討してますので、改めて招集をさせていただきますので、お集まりいただいて、いろんな意見交換をさせてください。で、その他ですけども、10日定例会ですね。定例会はすいません、今回もございません。次回はね、なんとかして2部制にするか、入れ替え式にしたりとか、少人数を何回かに分けてやるって形で、なんとかね、やっておきたいなと思います。今年に入って4月以降は全くやってませんのでね、ただやっぱりやってないからやらなければならないみたいなことにはね、あまり私もね、乗り気ではないんですよ。必要ならば、安全対策をしながらね、実施させていただきたいんですけども、こういうふうな文章で間に合うようでしたら、今年はそれも仕方がないかなと思うんですよ。こういった YouTube もありますんでね、ちなみにですけども、 YouTube の方ね、ご覧になっている方、旭川町内会でやっぱりね、4名か5名ぐらいいらっしゃるらしいんですよ。で、直接意見もいただきますんでね、見たよっていうふうに。いや、本当に、ね、やってよかったなっていうのは、やらなければゼロなんですよ。やれば何かが始まるんですよね。そして、
10年後も旭川町内会があるとしたら、ほとんどの方は YouTube で見ると思います。で、今のうちにスタートしておいてよかったなと私自身は思いますけども、来年もこういう放送をね、誰かがするとは限りませんので、もしかしたら今年で終わるかもしれませんね。はい、8月の16日ですね。これ資源回収です。11区12区の区長さん、そして、子ども育成部三役サポート部で、資源回収をちょっと一緒に頑張らせていただきたいなと思います。マスクをね、忘れないようにしてくださいね。まあなくてもいいと思いますけども、お任せします。23日ですけども、敬老会の実行委員会がございます。こちらの方も19時からね、お集まりいただければと思います。詳細はこれ幹事の森谷さんが招集令状を出すと思いますので、よろしくお願いします。今回はですね、村岡さんとか、あとは福祉部の方とかにも来ていただきたいかなと思いますね。はい、で30日なんですけども、ふるさと祭り実行委員会は本年は8月30日についてはちょっとありません。ただ代替案をね、検討したいと思います。先ほどの理由と同じです。来年のために何かできておくことがないかなっていうのと、もしかしたら来年も、この3密対策でできないかもしれないんですよね。食品の提供とかね、できないかもしれないです。もしかしたら今まで私たちがお祭りというふうに称していたものは、今後はほとんどないような日本で過ごすことになるかもしれません。新しい生活様式っていうのは言われてますけども、まさにね、元通りの暮らしに戻ることではなくって、新しくできなくなることと、新しくね、未来のために取り組んでいくこととっていうのが同時に存在する、同時に発生するのが新しい生活様式だと思うんですよ。ですので、去年と同じようにいつか戻っていけばいいなっていうのは、これ新しい生活様式ではないので、私としてはですね、前を向いていくという意味で非常に寂しい部分はあるんですけども、今まで通りのお祭りっていうのは全国的になくなるんではないかなとかね、コンサートとかもできないんではないかなとかね、おしくらまんじゅうももうやらる人はいないんじゃないかなとか思っちゃうんですね。はい、9月です。9月の予定なんですけども、6日には敬老会実行委員会がございます。10日は定例会です。これね、定例会できるかどうか分かりませんけど、とりあえず日程は取らせていただきます。13日、中央公園の草刈りでございます。15区から29区の方、そして三役有志の方担当でお願いします。で、19日なんですけども、敬老会の記念品準備を行いますので、三役福祉部広報部でお願いします。そして各区長さんは、引き取りに来ていただいて、その該当の区のですね、該当の方に記念品をお渡しいただければと思います。おそらくね、記念品の配布にはなると思いますので、計画させていただきます。で、20日なんですけども、資源回収がございます。13区14区が担当で、子ども育成部三役有志ということで、また資源回収一緒にやっていきましょう。多分ね、時間ね、今まで私の経験から言うと7時半から集まって8時に終わるような感じになると思うんですよ。ちょっとご迷惑をおかけしますけども、感染症対策というよりも帽子をかぶってね、熱中症対策の方まだしておいてください。で、同じ20日なんですけども、敬老会の準備の2日目になります。そして21日が敬老会の当日です。まあ当然例年のような敬老会ございませんので、これはですね、今月の検討会でどんなスケジュールにするか改めて考えていこうと思います。今までの敬老会準備っていうのは、会場を作ったりとかっていうのがあったり、当日は当然ですけどもね、いろんな受付をやったりとか飾り付けをしたりっていうのがあったようですけども、今回はありませんので、もしかしたら、19、20、21という3日間連続の敬老会の準備、実施っていうのはなくて、20日だけで終わるかもしれませんね。とりあえず日程は3日間取らせていただきますけども、これも検討会次第でね、1日で終わる可能性が非常に高いです。で、27日です。ふるさと祭りの実行委員会ですね。一応ここでですね、備品の調整など、来年令和3年に向けてふるさと祭りがもしあるとしたらどういう風になっていくのかという申し送りをね、作っていきたいなと思っております。連絡は以上ですね。では長い動画になりましたけども、ご覧いただきましてありがとうございました。旭ヶ丘町内会の会長久保哲郎がお送りしました。それでは失礼します。明日会いましょう。